はい、どうもこんにちは、マサトです。スクエアエニックスさんからリリースされたドラゴンクエストウォーク、誰でも勇者になれる。今回なんですけど、ドラゴンクエストっていうのは、もうね、堀井雄二さんの信念みたいなもので、誰が、どの作品から遊んでも楽しめるっていうのが、このドラゴンクエストの最大の売りで、で、僕もナンバリング1から9までやってます。まあ、11もやってないっていう、この、感じなんですけど、僕ね、骨折して、まともに歩けないんですよね。松葉杖がないと歩けない。しかも両松葉杖なんで、ぶっちゃけドラケンウォークをしながら歩くっていうのが、ほぼほぼ不可能なんですよね。だけど、ドラゴンクエストは、誰だって勇者になれる。だから、歩けなくたって勇者になれるはず。ということで、今回、歩けなくてもドラゴンクエストウォークはどこまで遊べるのか、というのをやっていこうと思います。じゃあやっていきます。いや、誰でもなれるでしょ。だっていや、歩けない勇者だっているはずだから、この世界には絶対に。むしろいないと変というかね、どんな人でも楽しみたい。東京タワーが占拠されているが、私は京都に住んでいるので東京タワーには行かないと行けないという。どこからともなく不思議な声が聞こえる。あ、このピピピピピピいいね。やっぱりドラクエはこのピピピピピピピがあるからドラクエ足りえているところがある。そんなことはない。これをご覧なさい。はい、ちょっとすげえ味方になってるけど、スマホご覧なさいって言われてもすごい味方になっていますけれども、今あなたの世界と私の世界が交わり、悪の力に蝕まれようとしています。どうか二つの世界を救ってください。はい、あなたには助けとなる相手、魔法のコンパス、そして一匹の相棒を授けましょう。はい、さあ行くのです。あなたのその一歩が世界を導く大きな力となりますように。はい、僕は歩けませんがこの一歩で世界を救います。これ歩けなくても絶対楽しめるはずだから、このゲームは。はーい、あ、気づいてくれた。君が女神様の言っていた一匹の力を持つ人だよね。僕の名前はスラミチ。スラミチくん、道案内が得意だから女神様にこの名前もらったんだ。な、これ女神様になんかすげえ名前もらったみたいに言ってるけど、めちゃ適当なエンディングみたいけどな、これ。スラミチくん、な、道案内が得意だからスラミチって、ね、もう、おじさんが適当に考えたみたいな名前やけどな、ほんまに。声、ほんまにこれ声野沢雅子やな。面白いな。完全に御殿の声やもんな。君のこと教えてもらえないかな。ちょ待って、見づらいねんで、これ。性別男、そりゃボーイッシュやろ。髪型モヒカン、当たり前やろ。髪色は黒、これは黒や。顔このご飯の顔、オッケー。肌真っ黒、オッケー。目青色、オッケー。名前一物。これ数々のその下ネタブロックをかいくぐる最強の名前なんで。え、ポケモンレッツゴーは一物ってつけれんのに、ドラゴンクエストは一物ってつけれへんやん。スクエニの方がポケモンカンパニーよりそういうことに厳しい。子供のことをより考えている。さすがドラゴンクエスト。じゃあ普通に名前でします。それポケモンより子供のことを考えてもな、ドラゴンクエストはやっぱレベルがちょっと違うというか。 OK、 自宅の場所は変えられるぞ。そんな変えられたらあかんやろ。自宅の場所は一箇所で、あれ、あ、まあ引っ越す人もいるもんな。許可なく立ち入ってはいけない場所や建物には決して入らないでください。はい。はい。よろしく、はい。コンパスを使って、導きの鍵が足りない、それがないとコンパスは使えないんだよ。はい。かけらを手、ははは、言うな、お前。かけらを手に入れるには魔物を倒す必要があるんだけど、あ、あそこにいたよ。よし、じゃあ戦ってみよう。もう孫悟天にしか聞こえへん、ほんまに。大丈夫、君ならもっときっと勝てるよ。ひえ、真っ赤になって僕を睨んでる。こ、怖いな。そいつは多分もともと赤いねん。そいつスライムベストやからもともと赤いねんって。別にお前を見て真っ赤になったわけではない。勇気はして魔法に触るんだ。はい、触った。オッケー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 。だからこういうことをよ。だからこうやって魔物を攻撃し続けていれば、そう、歩けなくてもこう冒険していけるはず。こういう風に。だから例えばそのドラクエめっちゃ好きやけど、病院で寝たきりの人とかだってぶっちゃけいるわけで、
そういう人だってドラクエウォークしたいはずやからな、できるはず。おう、第一章、導きのかけら、力やな、導きの力、目が悪すぎるやん。解放する、オッケー、冒険が始まる。しゃあ、家にいたまま勇者になろう。解放、第一章、冒険の始まり。いいね。ミスラビギナーを倒せたね。ああ、よかった。スラミチ、頭からコンパスつけてるな。コンパスは君の力に反応して次に行く場所を教えてくれるんだ。はあ、さあやってみよう。ドラゴンクエストやから家にいながら冒険させてくれるはずやね。オッケー、行き道の途中にまた魔物がいるね。オッケー、魔物倒せばどんどん強くなるよ、頑張ろうね。オッケー、目的地に向かおうやん。もう積んでるやん、目的地結構遠い。 159m 進むのはちょっと困難や。誰か車で迎えに来てくれな、困難やな。ということでドラゴンクエストウォークなので、これ歩ける人だったら絶対楽しい。でも歩けない人は頑張って歩けるようになってから楽しもう。やっぱりね、世界救うんだから、これ歩けなかったらダメだわ、やっぱり。まあ歩けるようになったらまたやります。それまではゆるゆるやります。ということで、ドラゴンクエストウォーク、歩けない人でも勇者になれるのか、しょっぱなで積むということでした。ああ、くそー、ドラクエイレブンしよう。